しかもすっぴんだし。怪物。怪物ではない。みんなやばい。ね、それ誰のツイート？え、これ、うん？これはミミちゃんかな？ミミかな使う？え、てかミミちゃんは？どこ行ったの？ね、鏡になった気分って言われた。確かに。今ねメイクしてます。いいじゃん。仙台に来ました皆さん。仙台に来た気持ちはどうですか？仙台に来た気持ちは嬉しいです。やっぱりあとずんだが美味しいね。なんかさ、めちゃくちゃさ差し入れ豪華だよね。うん、見て。今日はどうだった？うん、牛タン。イエーイ。でも温めちゃいました。今仙台組みたいな楽屋がね、ミーと、カニとミーとシナノとミーちゃんなんだけどミーちゃん今どっか行ってて、みーちゃんは違うところで配信してて、やっほー、モモコ、カリン、シンマナ、みーなは同時に配信している。でーす、ね、横並びでーす、横並びでみんな化粧してやってる。シンマナは牛タン食べるよ。やっほーだ、みーちゃんそのメイクで楽屋入りする。あ、みーちゃんです。やっほー。みーちゃんがちょっとスペースの関係で映り込みがあるので、みーちゃん、お願いします。もう入れないよ。今はね、シンマナとシモマとモモコとミミがいる。どうしたの？何ですか？ですよ。何かある？映ってるよ、今。え、やばい。アカシ君ありがとう。アカシ君だよ、みんな。ありがとう。こんにちは。牛タン食べるの？牛タン食べる。いいね。激アツじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。激アツな動画面って書いてある。激アツやん。激アツ画面すごいよ。いいじゃん。嘘、私では、牛タンをいただきたいと思います。イエーイ、めっちゃホリデー。はい、バン。あ、ヨッピー、うーまー、ファイト、ありがとう。はい、バン。ミーナ、これ、ミーナ。ねえねえねえ、ミーナ、これさ、ちょっとさ、スポンジさ、水につけてほしい。待って、これ、水飛ぶよね。うん、ありがとう。ありがとう。なんか暑いの？燃え上がってんの？うん、うん、ファンド、ありがとう。一番可愛いで、ありがとうね。盛り上がってるらしい。何が？ミミタン。ミミが？うん、やばいね。牛タン噛み切れるんだけど。めちゃくちゃ美味しい。牛タン食べられるの、どこで温めたの？え、あそこ、自販機があるとか。あ、横横。え、待って、ミミさ。え、待って、知らない。ストレート借りてる。いいよ。借りようとしてる。うん、ありがとう。ありがとうね、スズランパウダー。うん、ふん、ありがとう。今日東京駅で見かけましたよ、だって。え、誰じゃなかった。東京駅行ったっけ。行った。え、ねえ、チャー君も虹ありがとうね。虹はあーるひだけだけ。えい、ほんとありがとう。めっちゃ美味しい。ミミちゃんの着替えが、え、ミミちゃん映ってる。大丈夫？うん。あ、パレ、バランス。ありがとう。ええ、ハテヨクありがとう。ありがとう。ありがとうございます。そう。ソーリー。ソーリー、ソーリー。ミミちゃん上着脱ぐから焦った。うん、焦った。着替えが焦った、今。どうも。作ってやってない。あー、でもかわいい。ありがとう、南部、こんにちは。ミミちゃん、メイクさらされてる。にゃん。やめて。のび太さんのエッチ。あ、本当もありがとう。アンブ、モコはのび太のものまねができるようになりました。深夜こんにちは。暑いからね。のび太のルームがつらくて受ける。ヤッホー。てかモコ、カリンのルームもちょっと映ってたわ。みんなもちょっと映ってる。私ね、シンマナが全く映ってない。確かにシンマナ誰も映ってない。こんにちは。そうよね。こんにちは、こんにちは。あ、近いね。あ、カジ君、カジ君来たよ。ありがとう、ありがとうございます。バキツリレーみたいになってる、カジ君が。ね、カジ君、カジ君、みんなのところで。アビオンタンめっちゃ可愛い、ありがとう。バキツリレーじゃん。バキツリレー。あー、そういうこと？ありがとう。ありがとうございます。ミナちゃん、こんにちは。こんにちは。ロー。ミーナの画面が一番映ってるね。クッキーの時でしょうか。シーマナがちょっと映ってるね。初仙台はどう？ちょっとね、映っちゃってる。楽しいね。映ってるよ。なんかね、めっちゃ楽しい。超テンション上がってる。なんか人生だからさ、想像より都会でびっくりしました。ね、これな、モコもさ、山口と変わんないのかなと思ってたら、めちゃくちゃ都会だった。メイク外見たわ。スッピンではなかったけど、美味しかったかもね。なんか見てたわ。バスまで歩いてた。あ、やばい、今日は。バス乗ってみる。乗ってよ。乗ったよ。え、
怖い怖い怖い。あ、タクシーじゃない？タクシー。みんなタクシー乗った？タクシーやったの？わかんない。いや、あれ大型、お、違う、あれ大型タクシーだよ。あれタクシーなの？あれタクシーだよ。あれタクシーなの？タクシーらしいよ。そうそう。なんか前の仙台って結構多い。初仙台の人。はい。はーい。あ、みんなの？え、わかんない。絶対わかんないでしょ。わかんないわ。わかんないのよ。いや、来た気が。え、なんか愛を知るの時に。U ターン食べようって思ったんだけど。愛を知るはイベント一個も来てないんだよ。できてないもん。あ、そうなんだ。じゃあ行ってないわ。だけどちょっとメイクが気になっちゃって、メイクしてる。そうあ、そういうこと。で、モコたちはもともとプレミアムライブ仙台来る予定ではなくて。あ、そうなんだ。モコのファンの人申し込んでないから。私もいない。そういうこと。てかさ、そもそも最初愛を知る人だけだったじゃん、プレミアムライブ自体が。そうなの。オープニングアクトで。そうカメメンが来る。あ、そうなんだ。で、オープニングアクトの前もなかったことある。あった、それは。あれ、そもそも最初から買いました。こんにちは、ヤッホー。出したって。あれ、そういう感じなんですよ。え、違う気がする。結局誰も、なんか、何も出んくて。そうだったっけ。で、うちらがオープニングアクトになって、オープニングアクトでもなくなった気がする。こんにちは。え、ね、チャー君ありがとうね、本当に、クマさん。ね、ありがとうね、カジ君ありがとう。カジ君、カジ君めっちゃ回ってくれてんじゃん。ある。もういい。あるー、ヒンキ。クマさん、ミンジ君。やあ、タンコ。はい、佐藤さん、いいの。こんにちは。懐かしい歌が。顔も真っ赤。なんで？どう？入ってんじゃないの？入ってないわ。なんか今日ね。差し入れはどんなのが？差し入れは言っていいよね。え、なんで言っちゃダメなの？阿部さんちの言っていい。え、でもバレる。お店の名前言わなければいいんじゃない？そっか。じゃあ、でも何も言うな。何も言うな。もうずんだシェイクをもらいました。ずんだシェイクと笹かまと、ひょうたん揚げ。結構ね、仙台ね、満喫してるよね。しかも牛タンのお弁当で、だから仙台満喫してる。めちゃくちゃ。楽しいよね、めっちゃ。楽しい。めちゃくちゃ楽しい。最高。もうこのまま帰れる。ね、これから。まさかの。シモマ。なんで？なんか顔が映ってんの。もう暗くなる。ほら、なんで？副作用薬の。え、そういうこと？うん。ウケる、それは。ウケんだろう。うん。え、牛タンやばい。結局、ね、めっちゃ欲しい。もう、それしか今言えないもん。やばい。それ以外はちょっとダメだ。え、ミミタン食べてない。ミミタン食べてない。なんで？入れは、おいしい。これ麦ご飯で。あ、そうなんだ。じゃあ言っても大丈夫なのかな。お店名は言わない方がいいよね。阿部さんの、阿部さんの差し入れ。そう、言わない方がいい、ね。あんま言わない方がいい、ね。阿部さんの差し入れでした。ほぼ伝わらない。え、めっちゃ美味しかったね。美味しかった。だいぶ、あ、うん。何を言っちゃダメ。何を言っていいのか分かんない。みんな牛タン食べたってまだ食べてない。食べてない。ぴよんってなってる。帰り食べようかな。うん。新幹線でね。何が面白いの？私の顔見て笑ってくる子なんか。違う違う。私の顔面白い？違う、それももこよくやってる。ああ。え、どういうこと？え、ももこが人の、ね、顔見てるから。そんなことないよ。笑ってる。そう、笑ってる。ひどいやつやな。そうね。否定して。そうね。こんちゃー、こんちゃー。卵焼き大臣、こんちゃー。美味しい。え、どうしよう。これ取っといた方がいいかな。今食べた方がいいかな。すごい悩んでる。私食べちゃったよ。え、全部？うん。え、みんなはご褒美としてちょっと残してる。いい子ちゃん。じゃあ、あと1枚だけ食べよっかな。え、私帰りの新幹線で絶対ずんだシェイク食べた。え、飲みたい。ね、売ってるとこ見つけたから。ガチ？え、マジ？やってるかな、まだ。確かに、時間的に。やだー。やだー。でもなんか今日は日帰りだもんね。あ、じゃあいいよ。やゆゆ、こんにちは。もっとは筋肉痛じゃない。もうね、治った。てかね、そのやりすぎてね、逆に慣れてきたんだと思う。筋肉がついて。鏡の中の時計があった。時計？私、時計ある？ああ。
寒いみんな大丈夫？大丈夫。てかちょうどいいよ。本当？うん。ありがとうね。暑い寒い暑い寒い寒い。じゃあもう一枚だけ食べます。なんかマーチングみたいなのになってた。暑い寒いっていう音楽。なんか流れてるよ。なんか流れてるよ。やばいやばいやばい。誰？全然違う音楽。全然違う音楽なんだけど。何誰誰？うちぶくないのうちぶちぶくない。何？落ちなきゃね。南蛮味噌なんて食べてないよね。なあ食べてない。食べてませんよ。うん、何？めっちゃゆっくり食べてるね。五条先生の気づく買いましたが、まだね、お土産とか買えてないの何も。はい。そう、直できたから。何も買えてない。山口県にこんな可愛い子が生まれてくれたの、ありがたすぎる。それが、それが。ねねこっちもすごい。ごめん。うんちん可愛いのと。ああ、牛タンによくついてくる赤らいやつ。うん、これか。うん、それつけずに食べちゃった。え、この子もそれつけずに食べちゃったよ。でも私さ、最後に食べるんだけど、ご飯と一緒にいつも。あ、おつまみ、うん、あれ、あれみたいな、うん、漬物みたいな。そうそうそう、ね、これあととろろあったら最高じゃない。確かに、とろろ欲しい。どうだった、ね、おお。うちらやばくない？そうだよ、もう全部一緒だから、このセット。ねえ、ティッシュ持ってない？ここティッシュ、はい、ね、1枚プリンス。これお揃い。え、カミごめん、ありがとう。お揃いなんだよ。ねえ、ちょっと待って。ごめん、ありがとう。うんうん、いいで。もう子がね、この台のために使って。お揃いなんだよ。ちょっと待って、どこだけ欲しい。噛み切れなくてずっと食べてんだけど。これ、おばんみな、おばんやかん。あーた、はいはい、見て、カリンとね、ベースがね、全部お揃っちゃう。すごっ。ほら、まあ、ちなみにみーちゃんもお揃い。てか、なんか、みーちゃんのを、まずももこが。え、でもね、デコルテはももこ発祥で。あ、ほんと？で、私、ももことみーちゃんのパクリめっちゃするから。ももこはみーちゃんのパクリよくしてる。そう、だから、このアルビオンはみーちゃんパクリです。そう。じゃあデコルテも、あ、デコルテも持ってるわ、私、ね、みーちゃパクリ。ちなみに、中心も私、みーちゃパクリ、ね、みーちゃパクリして部位によって。やるないな、地方の手応えどうだった？もうね、とっても楽しかったけど、なんか意外とファンの人が、なんか冷めた目で見てきたみたいな。みんなファンですよ、ありがとうっていう、あの、感じ。静かだったから、ちょっと気まずい気持ちもあったけど、できて嬉しかった。よかったね。ヨネ食べた？ん？ヨネ食べた？まだ食べてないの、食べたい。うめ、はい。でも差し入れもさ、お菓子系も美味しかったじゃんか。だからちょっとね、それでちょっとお腹いっぱいになってるか。わかる、うん、あれ美味しかった、ひょうたん串、うん、それもめっちゃ美味しかった。ひょうたん串知ってる？あげちゃん、カメさん、皆さん知っとります？ひょうたん串マジ美味しい。やばいよね、中にちくわみたいな入ってるやつ。そう、ささくまが入ってて。そう、で、それを揚げたやつだよね。マジ、うん、アメリカンドッグみたいな、うん、そうそうそう。マジアメリカンドッグやられた。綺麗なことだ。今日肌血悪いんですけど。スライビーってさ、ありゃ、肌血悪め、うん、全然飲めるんだ。あ、マスク越しだからみんなさ、あれなの。みんな心、みんな、みんな心はあっちあっちだった。うん、ね、なんかさ、みんなさ、踊ってほしいなと思ってたらさ、なんか結構踊ってくれなかった。踊ってよ、一緒に。一旦ちょっと置いとく。ありがとうございます。あとで食べる。かんじくん、くまありがとう。だいぶ頑張るね。ある日、ある日、森の中、ごちゃんに出会った。まさくもりの道、ごちゃんに出会った。ありがとうございます。かんじくん、ありがとう。そういうことね。ギフトのお礼だったのね、うん、今の歌。何買ったの？ありがとう。ただ言うと、ね、頑張れ、どうぞ。ありがとう。ヨネダさんは性格変わったんですか？変わってないよね、まだ。変わったよ、ずっと。ずっとこのままで、ヨネダさん。かっこいい印象あんのかな。ありがとう、はい、大好きで。あ、そういうこと、かっこいい印象があること。でも、ヨネダッチは、うん、私のファンの人もこんな喋りそうと思ってないかもね。そう、喋らしいと思ってる、
喋んない。だからさ、だってさ、声がさ、ちょっと低めだからさ、うん、なんかちょっとさ、おとなしい子イメージあるかもね。ヨネダの配信とかさ、外で食べるの？そう、温めてくる。リンちゃん、もやこんにちは、こんにちは。楽屋っていつもこんな感じなの？だって、はい、結構こんな感じ。さっきずっと合唱曲みたいでしたよね、みんな、うん、ずっと歌ってた。楽しそう。でもなんか2期正式が結構賑やかなイメージ。いつもなんか歌楽しく歌ってるイメージあるわ。桃子がうるさい。違うよ。どういうこと？桃子がうるさい。楽しそう。で、桃子が歌ったらみんな乗ってくれるからさ、そういうとこ嫌いじゃないんだ。あんたは誰がうるさい？あんた、うん、あんた誰うるさい？なんか誰だ。結構おとなしい感じじゃない？うん、意外とね。うんうん、みのりとかそのあたりか。いや、なんか盛り上がった時みんなで盛り上がったり。ああ、確かに。誰か一人とか、モンゴみたいな誰か一人とか、そういうのじゃなくて。いいな、そうそうそう。確かに、確かに。ミモくんって。ミモくんって。どういうこと言うってことかな？どういうこと？どういうことか。じゃあ、イケボ選手権しよう。いいよ。じゃあ、なんて言う？じゃあ、面白い女にしよう。それしか言わない。やってるね。引き出しな。じゃあ何？じゃあ言ってよ。イケボセリフ。面白い女でいいよ。そう、僕はやりたいってな。うん。いや、メイなんで引き出しは。私、メイ別にやりたくないもん。なんでよ。やりたいって言ったじゃん。いいよ。メイがノリノリだったじゃん。いいよ。いいよ。ノリノリだった。面白い女でいいよ。やろ。面白い女でいいよ。じゃあいくね。じゃあエントリーナンバーワン。わー。シューライシューバナー。もう楽しい。じゃあいきますよ。はい。面白い女。じゃあちょっとあの通り部のハンマイメージしました。あー、はいはいはい、わかりました。あー、ちょっぽいわ。ちょっと様子。はい、じゃあエントリーナンバー2、ヨネダ。面白い女、うん、え、それイケボじゃなくない？お姉さんって感じ。ちょっと強いの。じゃあもう一回、もう一回いい？いいよ。面白い女。あー、シーマネより良くない？え、あ、そう。面白い女。いや、シーマネよりはいいわ。ね、面白い女。え、ハンマーみたいじゃない？マジで。面白い女。面白い女。じゃあ、はい、エントリーナンバー3。シーボマーカロリー。シーボマーカロリー。面白い女。あ、でもちょっとチャラいさ。じゃあ、ももちゃんやって。いくね。うん。面白い女。うるさいな。なるしやん。やば。面白い女。2回もやられた。誰優勝？投票する？投票しよう。せーの。シモン。え、そういうこと？え、投票機能使って。そういうこと？ファンの人に投票してもらうよ。やってみる？うん。で、シーマのとこでシーマのとこだけ投票して。いいよ。で、平等になんないかもよ。私1位になっちゃうかもよ。そしたらシーマのが1位だけど。確かに。でもさ、お互いのとこでやっちゃうと、お互いが1位になっちゃう。それなんだか、なんかよくわからんことになりそう。あ、じゃあ可愛いセリフにしよう。あ、そうする。いや、無理。あ、ちょっと待って。そう、じゃあこういう時にしかできないからさ、やろうよ。じゃあ何する？やんなきゃダメ。今ね、投票中だからちょっと待って。あ、いいね。じゃあ、あと15秒でいきます。モンコに投票お願いします。キヨキンピョン、キヨキンピョンお願いします。投票するとなんかいいことありますか？ないよ。え、ちなみに今ね、1のボールしか飛んでないんよ。え、 1って私じゃね。おい、不正票だわこれは。じゃあ、あと10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1。ゼロン。カンカンカン。エントリーナンバーナンバーワン 60% でしたね。ありがとう。圧勝。圧勝。次が4 22%、ももちゃんで、次が2 10%、最後が3 7.5% でございました。ありがとうございます。ねえねえ、全員 C グループ？ヨネッチ C グループ？うん、ビス。うん、ミーちゃん、今日さ、いろんな人のことさ、ミーちゃん系で呼びすぎてさ、てか、ミミちゃんとミーちゃんがいるから、ミーちゃんって呼んじゃうので、ミーちゃんも呼ばれた。ミーちゃん、ミーちゃん、そう、ミーちゃん。だから誰のこと呼んでんの？分かんない。今日いっぱいいるね、ミーちゃんが。え、かわいい選手権やる？
可愛い選手権やの、何ですか、セリフありがとう。シェイがハート、去年セリが大好きだお、大好きだお、かっこいいね、ありがとう。大好きだお、大好きだお、これはよく聞きそう。じゃあエントリーナンバー1、はい、誰、次誰です、でも同じ方が投票しやすいみんな、うん、じゃあ1、白石麻奈大好きだお、あーいいね、あーいいね、あ、じゃあ、整えてる、整えてる、ヨネダ・ブリーダー大好きだお、うわめっちゃかわいい、今のかわいいわ、優勝です、ありがとうございます。エントリーナンバー C、 シモナコリー大好きだお、はい、はい、あれ厳しい、恥じらいがあったね、やっぱりちょっとね、恥ずかしさあったね、はい、じゃあエントリーナンバー4、はい、モモコ橋本大好きだお、目の下にコンシーラーキラーなんかやっとる大好きだお、なんか桃子は逆ないいつも言ってるから、あ、確かにね、まだ可愛いって言ってくれてる、確かに確かに可愛い可愛い、チャオくんも少しめっちゃ可愛い、可愛いな、可愛いって言ってくれてありがとう、チャオチーはカワチーだからね、カワチー担当、カワチー担当か、え、カワチー担当じゃないの、ももちゃん、バラエティ担当だと思った今まで自分のこと、カワチー、どっちもいける担当じゃない、うん、スタイル担当とカワチー担当とバラエティ担当、うん、めちゃくちゃ兼任してるじゃん、ヨッピーズさんかわいいね、サイナーかけはった、ありがとうございます。ではどこで投票やる、シーマナのとこでやる、いいの、レキレースになっちゃうよ、いいよ、シーマナ優勝しちゃうよ、彼かわいいと思う、はい、カジノ、あれ、お疲れ様です、配信してます、でも全然大丈夫、あ、隣だと思います、たぶん、ごめんなさい、すいません、ありがとう、え、デキレースになっちゃってるよ、またデキレースになってる、うん、なんなんだろう、シモノの皆さんは、ごめんな、それはそれはごめんな、どうなってる、いいよ今、でも結構ね、だんだんいろんな色飛び始めてる、本当、うん、モーコに投票お願いします、キヨキ一票キヨキ一票お願いします、迷子のお知らせです、迷子のお知らせです、どうする、じゃあそろそろ終わりする、あ、みのマスミも可愛い、じゃあ10、いっぱい可愛いって言ってくれてた、8、7、6、あ、ラスト愛は敵同士ではありません、サバイブ落ちたの私だけ、ここの中で、まあね、記憶として抹消しとくわ、じゃあいきます、5、4、3、2、1、ゼロじゃじゃん、3位、1位、あ、じゃあ、3位からいきたいと思います、はい、3位、4番、橋本桃子さん、3位、3位なんで、3位か、ビビるやな、そして2位、2番、米田みーなさん、あ、もうこれもう分かっちゃったよ、そして1位は、白石麻奈、ヨイはね、ヨイはかわいそうだから隠しておきますね、隠しておいてあげるね、ありがとうございます、だって1位じゃん、え、確かに、え、だって4位と言ってないし1位じゃん、確かに1位じゃん、ありがとう、面白いね、こんなさ、面白かったら全然時間ないよね、そうだね、めちゃくちゃ今の、え、まだ全然あるよ、20分もある、え、20分しかないの、え、ちょ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 、配信終わるから、あ、そういうことね、あ、ヨッピー頑張った、ありがとう、おつしも様でした、なんか最近おつしもって言われる、いいじゃん、え、これ良くなくない、全然おつしも、おつしもいいじゃん、すごい、おつしもでもさ、ももなさんもいらっしゃるからさ、おつももって言ったらさ、ももなさんみたいになっちゃうで、うん、あ、確かに、そうか、新しいの考えて、何おつもこ、あー、ももこのもこ、もこかわいい、ありえない、ラブベリー懐かしい、もう仕組みがない、似てるいい感じだついわ、てかみんな世代なの、なんだっけな、うん、それでよ、うん、めっちゃ懐かしい、なんだっけ、え、もんこちゃん世代だった、やってたの、なんだっけ、ボーナステステロン、テステロン、
ワンツースリードリーズブデーみたいなってる。あったあった。あった。ABCD いい感じじゃない。ワンツースリーデ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 カメボサボサのやつね。あ、最後のさ、ロイヤルステージ。タタタタタン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 タタタタンタタ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 タね、こんなうるさいグループがファミレスに隣だったら最悪のパターンって言われてる、でもわきまえてるよね TPO は。TPO、 おとなしいよねそういう時は。 TPO は時、場所、場合、TP ってなんだろう。ポーションじゃない、ポーションじゃないわ、ポーション、プレイス、プレイス、あ、さすが頭いいね。ポーションに良い。TPO は、O は場合って何？コミュニケーション。え、じゃあ時と場所と場合か。うん。場合って何？みんな。場合。O から始める。ん？お。お。ちょ、本当にやだみんな。本当にやだ。タイム、え、タイム。時と場合、オケーションだって。オケーション、オケーション、オケーション、タイム、オケーション、何 TPO、プレイス、タイム、タイム、プレイス、オケーション、タイム、プレイス、オケーション、なんかかっこいい。本当にいいだともうやだ、絶対喋るやな、みんな。なんで、え、待って、あ、くまちゃん来た。あ、くまちゃん、やった。ある日これの、なんか、シーバーね、シーバーありがとう、シバブ。おもろ。ちゃん、ありがとう。でしょ。何分までやんの？はい、45分までって。あ、そうなんだ。強制的に45分までで終わらせなきゃいけない。そういうことね。え、6時はオールアップ？うん、違う。普通にあのリハで。あ、そういうこと。あ、そういうことね。リハ。リハ。そんなに、まあいいや。ははははは。ちょっと、あ、オケーションだって。あ、いたっけ？いたいたいた。うん、言いました言いました。何聞いたよ。でもなんか30秒以上歌ったらバンされるでしょ。全然されないよ。されない？そうなんだ。されたことない。マジか。じゃあ大丈夫か。待って、もうこのアイシャドウブラシがない。何で？積んじゃった。使わせて。やりな。ありがとう。ティッシュ。うん、うちなきゃね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 。いいんだよ。みんなお化粧してんのね。仲いいですね。米田さんとポリスにコラボまたよろしくお願いいたしますって言われて。無理でーす。米田から願い下げだって。無理でーす。ひどもない。今の無理でーす。無理です。何なの？イケメン？イケボ選手権？無理だよ。無理だよ。イケメンは無理だって言わ。無理だよ。ごめん。確かに言わんわ。ごめんな。ごめんな。お前、俺はお前のこと幸せにできない。俺はお前のこと幸せにできない。え、そんなこと言うの？イケメンって言わない？無理だよ。かっこつけてるだけやん。え、なんかでもチャラい男の人だったら
たら言うかもしれない。え、え、無理。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 やろう。やろう。あ、超かわいい。遊びたい。かわいい子がいい。ギャル。え、それ何 TikTok？ うん。あブリおやブリブリ超飲むの好きってどういう意味超飲むの好きとかじゃない超飲むの好きね超飲む好きブリブリブリやばい若い子についていけなくてさ全然わかんねえ待ってもうダメだね年齢感じるわでも言うてまだ 24? 4かわいい24に見えないえ全然てかもうこさ、今日さ、すごいさ、びっくりしたのがさ、かりんよりさ、新ママの方が年上っていうことになったんですよ。そうなの？知らなかった？かりんの方がなんか年上か。私と新ママ3つ違うなんかさ、そんな違うの？何でなんだろう24、そうだ3つ違うよ、私となんでなんだろう、やばなんかすごいさ、かりんの方が私とミーナはどっちが違うと思うえ、かりんでしょ、うん、どっち何歳2歳はぁ慣れてるな怒って怖い怖いね何2歳差って何も怖いいじめられたなんかいじめられたえ1歳差1歳差あれでも指紋パイセンとあれかもしれんあの2歳差かもしれんてか多分指紋が私のこと指紋パイセンって言うからなん何にもパイセンじゃないのにパイセンでもラストエサ聞いたからさそうそう、うん、そんなこと言ったら桃子パイセンにしないかよ桃子パイセンよろしくね全部戦ったねよろしくね戦ったねカルさんえ、あれの多分誕生日来てるから1個早いかもあ、そういうこと実際2個差かもしれんええ、シモの何歳24にこないだなったのかなったの、そうそうあ、そういうことえ、シモの何歳まで今年 21? 23あ、今年2221歳3月にどういうこと言ったどういうこと一瞬で、うん、エルボされました今エルボ言うよねショールームで言っちゃおうで一回も言ってないのそうそうえ、桃子とミーナは違うそれはやばい2個じゃない今年21はいえ、違う、リコだわアイロン持ってる持ってるよ何のアイロン今配信中ですあ、ヤホーなんだ、ストレートうんあ、ストレートはないやこれならあるよ、マキストレートじゃなくてあ、太いけど大丈夫うんじゃあここに向かって喋ってみんなやってんのうん違う、私もやればよかったここに向かって喋ってえ、ここも喋ってヤホー、ここも喋ってヤホー、ここも喋ってヤホーヤホーすごい、全部入ってくるいいでいいでみなちゃんが一番の妹かないやこの中だったら圧倒的もんこだよ何が妹確かに妹気質だしね性格も、うん、そう、うん、気質だよ甘いのも上手じゃんえ本当え上手じゃないどうしっかりしなきゃやば黒くなってる甘えてるおいしいものおいしいものうんだからどっちもいけるよ、ね、愛を持ってっちゃって、うん、どっちもいける私はあオッケーオッケーでもカリンもさ、割とさ、甘えれなくないなんか、ね、なんとかやってあそういう甘えはするなんとかさ、待っててとか言って待ってて言い方は何で待ってて似てて、こんなじゃん待ってて、セクシーえ、ちょっと待って待って待って言ったことないんですけどちょっともこ取ってそれマジシモはめちゃめちゃシモはこんなんだよ、カリン毎回そんなじゃないちょっともこ取ってなのって。いいえすごい吐きねえだろ、ね、いいそこはカラオケボックスなの？いいえ。部分的にそう。
舞台メイク全部自分でやるよ、ね、基本そうですね。なんかさ、前まではさやってもらいたいと思ってたけどさ、逆にもう自分でやるってならない、ね、メイクは髪の毛やってほしいけど、そう、ね、メイクさんいても自分でやるメイクは、ね、もうそんな時代だよね、うん、自立したわ、うん、いいしょ。メイクさんにやってもらったら誰ってなっちゃうかもしれない、自分の自分じゃなくなっちゃう。わかるかも。でも、うん、アイラインとか全然違くなる、うん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 、なんかさ自分にさ合った色とかもさ、でもどうなんだろうね、なんかこれが自分に合ってると思ってるけどさ、なんかメイクさんにやってもらってさ全然さそっちの方が似合ってたらそもそも気まずいよ、うん、でもあるかもね、全然全然今まで似合ってなかったんだ。先輩いても賑やかなの？いいえ、いいえ、気負る。マジで？気負っちゃう。でも子は基本的に割とうるさいかもしれない。変わらず。変わらずうるさいかも。気負っちゃう。気負ってるやついる？いねえよなー。先輩と。なんで？大きい声で言えないこと。おもろ。楽屋はいけるよ、うん、楽屋で喋るって言われたらむずい。全然喋れるわ。一人でうるさくできる？一人でうるさくなって歌いに行けるじゃん。いけるよ。優しいからみんな、なんだろうなっていう部分。それ流行ってるなって言われるよ。なんだろう、多分ね、あの、あゆりさんとかパルさんはね、全然こんなもん。こんなもん。なんかやった、ここがあった？いいと思う。またやまもくがないって言う。全然こんなもん。いいか。もうなんかさ、あ、なんかさメイク完成してるのにさ鏡見ると一生メイク足して、いやわかる、濃くなってくるやん。よくない、完成したの？え、してないよ、私は、うん、やっとファンデーションまで終わった。今何時なの？薄いかな、まだいける、ね、あーべよ、わかんない、何かがわかんないけどまだいける気がする。私さ、終わってないメイクかけるなんだよ、なんかもう最初からもう一回直してきるんだもんね。あ、わかる、落としたでしょ、わかるわかる、もう一回やりたい気分だもん。何しようとしてるの、うん、15回くらい、こんにちは、15回くらいだったら恐竜だよ。どういうこと？恐竜がまだ、恐竜が生まれてるくらいじゃない、地球が15回回ったくらい。地球って何年に1回何回やんの？1年に1回1回回ってるんだよ、地球は。あ、そうなの？一年に1回しか回ってないの、うん、そうだよ。あ、そうなの？え、じゃあ2000何回じゃん。あ、嘘ついた、紀元前もあるから分かんないね、そんな。でも1億回とか回ってんだろうな、地球って。1億回回ってんだ、やったレインボー回ってる。だってさ、恐竜時代ってさ、2億万年とかでしょ。でも恐竜ってさ、100年ぐらいしか生きないんだって。あんなでかいの、ね、もっとさ、1000年とか住んでそうじゃん、うん。それ氷河期来たからじゃないの？じゃなくて、ググった普通に寿命的に、うん、そうなんだ。そう、てかさ、この間博物館行ったんだけど、いいな、なんかさ、恐竜めっちゃくちゃでかくて、うん、なんかこんなにでっかいさ、人物じゃなくて生物がいたんだってさ、うん、なんかさ、まあ、ファンタジーの世界じゃない？高校だけからさ、そして、うん、え、だからさ、あれだよ、ワニとかもファンタジーだよ、あれ。どういうこと？え、モンコはワニまでも見たことある。私もワニ見たことある。海も見たことある。え、あるのそれ、ファンタジーじゃないじゃん。え、違う違う、ファンタジー、そういう恐竜じゃん、モロ。どういうこと？全然恐竜じゃなくて。あ、怖っ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 、わちわきね、わちわちわきね、わちわきね、わちわちわきね、うんうんうん、I feel this。 わちわきね、わちわちわきね。シーマラさ、全然喋らないね。いや、なんか楽しいなと思って聞いてんだよ。結構熱いじゃん。すごい、なんか、盗聴してる気分ってやつ、楽屋。ねえねえ、カリン、もう一個コントを貸してほしい。いや、やっぱ大丈夫。コントとコントの間でコントの感情はコントロール風の名誉だな。え、すごっ！何今、もう一回って。コントとコントの間で本当の感情はコントロール風のないようだ。え、すごぉ、無事で言うほど簡単じゃねえ。え、すごぉ、おしめんだもん、おしめん、おしめんだもん、今後の佐藤さまとさん。コントさんじゃないからね、今日は。今日はコントさんじゃないからね。え、ちゃんと、あれ、おしつぎ、佐藤さま、あれ、ヒップ前の話ですか。
今早口言葉だと思って聞いてたわ。本当の間で本当の感情を断られるのよ。ガンタちゃん。コンタンさんって言われてるわ。コンタン。面白い。おしめんか。おしめんなんです私。そうだね。面白かった今。顔がガチだった。こんにちはリボ。なんかさめちゃくちゃさこの雰囲気でさずっと喋ってるけどさファンの人って楽しいのかなこれ見てて。確かに。そこさなんかモンゴたちのテンションでさ。なんか多分何言ってんだろうな。面白い女やばいやばいそれこそね面白い女面白い女面白い女って思ってる楽しいですよだって楽しいって、うん、優しいね優しいねそんなこと言ってくれるな、うん、正直言ってめっちゃ面白いファン置いてけぼり感知ってる二通りだねあ面白い女たちですだってあよかったよかった面白い女面白い女四号話で見てるとお疲れお疲れ様オッケーでアイライン長いか長いなアイライン削りたい面白いねわカジ君クマあ、来たクマあ、ルーキーカジ君もうなんかカジ君クマさんにカジ君で会ったカジ君あなたくもりのカジ君バイ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 バはい、13位から13位コウヘイ12位サトピー11位金融家人10位ドランキー9位 BO8 位ミアラン7位レフバ6位エイン5位ジンタンそして4位がアルマサトリアでジャン3位がフッシーありがとうザク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 でジャン2位がエリワンタンジキ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 がヨッピーありがとうございますジキ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 ジでは皆さん今日来てくれてありがとうございましたまたお会いしましょうバイバイみんな見てくれたバイバイということで皆さん見てくださってありがとうございましたはいあとバイトもありがとうねバイバイじゃあねまたバイバイではありがとうねあ、ちょっとロファイトバイバイそしてクマちゃんありがとうカジ君ありがとうございます。ごめんなさい、切ります。はい